著者は日本語に熟達した中国人として、在沖歴も長く、殺風刺徐邦公、徐邦公の歌を分け、解説、紹介するなどの業績もあるが今度は、右官戦、右官心、料理の解剖に、10年をかけて真正面から取り組んだ。従来も右官戦料理についての研究論考があったけれども、著者は謙虚にこれらを紹介しながら、なお中国人としての独自な精査白想を加えて、右官戦料理の辞典とも言うべき一冊を作り上げた。殺烹、右官戦、そしてそれに共応する右官戦料理というものが、琉球人にとっては単語として親しいだけであったが、この一冊で具体的に、優しく、より親しいものになりそうである。巻頭にまず39点もの右官戦料理の絢爛、たるカラー写真を並べた、そのレシピも添えられている、のを見ると、超豪華なご馳走であったことが察しられる。ただ、これで全部ではないが、これだけでも復元に大変な手数がかかっている、と本文にある。復元には複数の研究者が関わった。殺風刺そのものの解説が巨細にわたっていて、右官戦料理の背景がよく見える。ついでの記述で、官戦貿易の資料も、体系的によく整理されていて詳しい。その大規模な競合の実態を解くのに、食料調達、料理場、料理人、食器についても、内外の文献を駆使して解いた。その上で、先行文献の助けを借りて、食材と料理をつぶさに解いたのを読むと、今日のいわゆる琉球料理に重ねながら読むこともできて、楽しい。右官戦料理の再現。の章は、歴史と現代の技術を掛け合わせての著者と先人、同輩たちの営みの紹介で、頭の下がる記述である。歴史と京都が地続きになっている感がある。本文の他に散りばめられたコラムが、砕けて面白い。著者が中国人であることと琉球史文献と、凝らずに結び合わせての料理風俗の紹介である。本文にあるべき資料が、いくつかコラムにあって、少し疑問に見えるが、巻末に古文献の英印が添えられているのは、この著者がこれまでの著書にもたびたび提供しているサービスで、専門家には魅力あるものだろう。大城達弘、作家。慰安婦中国。上海生まれ一般社団法人、徐邦公の道を歩もう会副理事長。同隅大学文学部日本語学科卒業。京都大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得。